さて第1回ではですね、はい、部品の説明を丁寧にいただきましたけれども、うん、今その部品交換発表以外のものもいろいろとあってという状況になってますんで、ね、いよいよこれを組み立てていただこうというふうに思います。整備士さんの方もう一方、はい、ご協力をいただきまして進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではお話とともにですね進めていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、そうですね。じゃあまずもう作業の方を始めてもらって、はい、今触ってるのが、はい、シリンダーヘッド、シリンダーヘッド、まあ、あんまり聞いたことないかもしれないですけど、うん、ヘッド、まあ、エンジンには必ずシリンダーヘッドというものがついてまして、うん、今シリンダーケースに、装着をしているということですね。はい、はい、でこれは今いわゆる言ってみれば後ろ側になるわけですね。ね、前後ろで言うと、うね、今後ろ側の一番後ろの、うん、作業をされている、はい、ということですね。はい、これ細かい部品があると、細かいですね、実はいっぱいあるわけですよね。本当に、まあ、これワッシャーが入ってナットがついてっていう感じですかね。はい、今それを、一つ一つ締めると、うん、いうことです。これ当たり前ですけど、はい、この愚問ですが、一、うん、個でもかけたら、そうですよね、もう当然おかしなことに、はい、バランスが、はい、これ万が一ですよ、はい、ちょっと選手がミスしてそこがおかしくなっちゃったってことになったら、これ罰せられるみたいなことってあるわけですね。そうですね。なので必ず最後選手が締め付けの確認をしっかり行って、うん、でレースに挑むという、もちろんですから整備士さんなんかもそのあたりはちょっと目を光らせながらっていうところは当然あるわけですよね。はい、早い、あと早いですね。さっきワッシャーとか細かい部分があったと思うんですけど、はい、ああいうのがエンジンの中に入っちゃうこともあるんですよ。過去に中に入っちゃう、はいはい、そうするとエンジンがこう焼き付いちゃったりとかして、止まっちゃう感じなので、はい、だその辺も締め付けもそうなんですけど、うん、部品を、しっかりつけたかどうか、うん、余らせないっていうような、そうか、だから1個あれなんかこれ1個余ってるぞっていうの、そう、1個足りないぞ、あれどこだっていうのが、うん、エンジンの中に入っちゃう危険性があるので、その辺はしっかり整備して、まあ選手もそうですけども、そうですよね、選手も、まあ、自分が罰せられてしまうわけですもんね。そこは気をつけながらということなんですね。はい、すごい、最後音が変わりましたね。カチャッと音が、カチャッと、そうですね、必ず通常の工具で締めた後に、はい、トルクレンチっていうものがあるんですけども、はい、強さを管理している工具なんですね。で、あれで必ず最後締めて、うん、規定の強さで締まってるよっていう、うん、ことをしてます。そういうことですね。はい、で続きまして、はい、エキゾーストフランジといってですね、エキゾーストフランジ、はい、でここは、エンジンが爆発して一番最初に排気が流れる場所になります。はいはい、下のマフラーに行く前の、はい、部分ですね。はい、だマフラーとエンジンの、まあ、中間点にあるっていう場所ですかね。ここもですからもうね、机のように本当に細かい部品がいっぱい並んでるんですけど、だこれをすべてちゃんと装着することによって、このテーブルの上も綺麗になってくるわけですね。そういうことですね。はい、でこれもまあ先ほどのシリンダーヘッドもそうなんですが、締め方っていうのが決まりがありまして、内側から締めていくっていうのが鉄則なんですよ。内側から締める、はい、でなんでかっていうと、内側からこう外に力を入れることによって歪みを抑えるんですね。この面をこう、はい、こうならないようにこう内側からこうじわじわ、内側から、はい、これ機械系の基本なんですけど、必ず中から外に締める、そういうことですね。いや、整備士さんこういう、だからもともとですから機械系の方は当然多いっていうことですよね。当然、はい、うん、そういう勉強をさまざまされて、今あれ、うん、位置合わせてるんですけど、はい、内側に段差ができてしまうんですよ。うん、それ、ね、今それをご覧になってたわけですね。はい、それを内側に指を入れて、うん、はい、段付きを見ながら今、うん、内側から外側に締めてる。へー、要するにそういうちょっとした排気の流れが崩れたりすると、うん、出力の低下につながってしまったりとかするんですよね。はい、うん、そうするとそういう乱れが出たりすると、当然モーターの性能にも問題が出てくるというか、逆に言うと性能が落ちるというよりは、うん、なんて言うんでしょう、面段差をなくしてあげることによって、他の人よりエンジンを出したい、うん、選手はよくやってますね、これを。はあ、だからこの本当に一個一個この、そうですよね、いわゆる締め方によっても、はい、
これ場合によってはだから変わっちゃうんだよっていう、そういうことになります。まあ、本当に実はわずかな差なのかもしれませんけど、はい、これレースの中ではこれが大きな差になっちゃうっていうことですね。そういうことの積み重ねが、うん、結果として、まあ、判定心一定心に前にいるっていうような、うん、いや本当ボート半分の伸びるか伸びないかは、ね、レースの中ではね、そうなんですよね、大事ですよね、本当に大きな影響になりますからね、はい、すごい、もうそう、今もうパパッと終わっちゃったんですけど、丁寧な作業すごいですね。シニダケースの方の組み立ては終わりました、はい、で次、はい、ピストンとリング、はい、先ほど気になってたピストンリング、はい、で片方、まあ、はめ方とかですね、2つあるうちの片方はもうついた状態になってます、はい、で今1個だけ、あ、本当だ、ついてますね、その溝に、そうですね、輪っかをピストンリングを、そうです、ピストンリングですね、はい、ピストンにピストンリングを、あ、今はこれは何を刺されたんですか。それはですね、まずその装着ジグなんですけど、はい、あそこについている汚れをまず取ってもらって、ほほで、はい、オイルをつけて、うん、必ず金属と金属が接触する部分にはオイルを必ずつけるっていう、うん、で今下側のリングがつきました、はいはい、こうやってつけていくんですね。すごい、あ、カチャッと、はい、あ、はい、こうはめる器具っていうのもあるんですね、このピストンリングをはめるような専用の器具があって、はい、確かに言われてみればどうやってはめるんだろうって、無理やり広げるのかと思ってました。無理やり広げたら大変なことになりますね。広げてカチャッと入れるのかと思ったんですけど、はい、そういうことですね、こういうことだったんですね、はい、で今度、はい、まあ、ピストンを、クランクシャフトに、うん、つけていくという作業、はい、で今、ピストン以外にピンみたいなのがあると思うんですけど、はい、あれがこうピストンピンと、はい、ニードルベアリングっていう部品です、はい、で転覆、さっき転覆 の、 部品の説明の時に転覆のお話しさせていただいたんですが、うん、転覆してしまうとですね、あの部分も衝撃を受けて、うん、壊れてしまうんですよね、うんうん、当然ピストンも変形してしまって使えないぐらい形が変わっちゃう、そんなに、であのピンと、ベアリングも、うん、当然衝撃を受けますので、うん、使えなくなってしまう、うん、たっぷり塗りますね、そうですね、すごい、だからそうなんですね、やっぱりアクシデントの時に部品交換の発表はもちろんあったりもしますが、細かいところの、そうですね、いわゆる影響というのも、うん、あるんで大きいんですね。そうですね。うん、で、その転覆の仕方にもよるんですけど、うん、こう沈没するようなズブズブズブっていう、はい、沈み方だとそんなに影響ないんです。うん、逆にこうバーッとこう高回転の状態で使っちゃうと、そのエンジンはすごい力で回ってますので、うん、そこに水がブッと入ってくることによって、うん、衝撃を受けるんですよね。あ、だから例えば。タンバーグ回りました、うん、で出口のあたりで勢いついてるところで波に引っかかっちゃいました、5点みたいな時は大きな影響がやっぱり可能性としてあるわけですね、うん、で当然そうなってくると先ほど の、 クランクシャフトの破損もそうですし、うん、ピストンもそうですし、今の、ピストンピンとニードルベアリングも破損してしまいますので、その辺も全部交換する形になります。で先ほどね、部品一つ一つの紹介の中ではクランクシャフトをそのままご覧いただきましたけど、今これ組み込まれた状態になっている、状態になっているわけですね、中にいますね、うん、はい、でその中のクランクシャフトに今ピストンを装着、はい、うん、していただいているというところですね。細かい作業ですね。そうなんです、今つけているのがセンクリップっていう部品なんですけど、はい、ピストンピンをが抜けないように、はい、上下で止めている部品なんですけど、うん、あれも結構エンジンの中に入っちゃったりする、細かな部品なんで、すごい細かいですよね、もうなんか指輪よりも小さいぐらいの、はい、そうなんです、だからこれが整備中に1個なくなってしまうと大騒ぎになるんですよ、整備場がどこだどこだって言って探すの大変そうですね。そういうことですね、それぐらいこう中に入る危険性が高い、はい、はい、今これでピストンはつけ終わりました、つけ終わったわけですね、はい、で次は、はい、先ほどのシリンダーケースとこっちのクランクシャフトのこのクランクケースですけど、これをこうドッキングさせて組み立てるんです
ね。でも確かにあの転覆整備の時とか、うん、もう何人もがかりで相当忙しい。そうです。あのやっぱり前後半があったりすると、もうあと1時間2時間ぐらいしかないぞみたいなことがあったりするわけですもんね。そうですね、うん、すごいな。手際の良さすごいですね。もういや確かに、まあ、もちろん皆さん何度もされてることでしょうから、まあ、またそういったプロがいないとだから進んでいかないですね、うん、このボートの競技、まあ、先ほどおっしゃられたあの転覆時時間のない時なんかはやはり協力して、整備士が協力しないとこう時間に間に合わない。そういうことですね、はい、で今これは、そうですね、くっつけているとピストンを、シリンダーケースに入れる作業ですね。これも今スムーズにやってますけど、かなりあの熟練の技が必要な、今かん、あ、ね、簡単に見えてるのは、はい、プロでいらっしゃるからということですね、はいはい、そういうことです。すごい。またここで小さい部品が、いやでもこれやっぱりね作業的には大変そうなものでして、あの実は今日そんなにね、あの、はい、暑いわけでもない、ちょっと涼しいかなぐらいなんですけど、そうですね、若干ね、涼しいですね。もう汗たっぷりかかれてやられてますから、これ大変なんですよ、やっぱりね、これ作業は。やっぱ一個一個、その部品自体結構金属なんで重いんで、あの持ち上げたりするのに力がかかったりとかですね、あとトルク締めたりするのに力がかかるんで。ですからこの、今、クランクシャフトと、それから、シリンダーケースね、くっつきましたけれども、パート2はここまで、続きはパート3で。